舞台、バックダンサー、コーチ、振り付け、プロのダンサーとして生きるにはいくつかの道がある。これはアーティストとして生きることを選んだ者の物語、ダンサーの道。例えばハイエンド、昨年横浜アリーナでミュージシャンと対等にアーティストとしての出演を果たす。一からのスタート、ダンサーと音楽家がオリジナル楽曲を共同制作。1個あると茨城県日立シビックセンター。今度は何をしようというのか。おはようございます。おはようございます。髪は結んで本日はちょっとね、ダンサーアーティストとしての1本目というか、ちょっと初の PV をね撮ってみるんで、まあ、朝結構早く来ましたけど、いい感じにできるんじゃないでしょうか。完成したての音源を使用し、ダンサーとしてのプロモーションビデオをシュート。曲のタイトルはクラッシュ、古いしきたりをクラッシュ、ぶっ壊すという意味が込められている。バックダンサーではない、主役は自分。映像とは残るものだけにチェックに余念がない。あ、さっきよりいいね。ちゃんとこのね、ダンサーが映像作品をクリエイトする意味。ただ今までのように他人の楽曲で振り付けをして踊っていくっていうものから、次のネクストレベルにもう上がっていく段階だと思うんで、そのダンサーも自分たちの楽曲で作品を作って、こういったもののところまで考え抜いて一つの作品を世の中に出してくれる、それのねスタンダードになれるための、まあ作品になればいいな。世界に例えば配信する場合も、やっぱ生ではなかなか現地にね行かないと見れないだったりとか、見に来ないとっていうのはあるんですけど、映像はやっぱりね、流通があるんで、世界に向けて発信できるいい材料になるんで。映像には限界までこだわった。長い時間をかけ、何回も何回も自己ベストで踊り続けた。最先端技術がダンサーの挑戦に応えた。その一つがハイスピードカメラ。通常の数倍の速度で撮影することで超スロー動画が撮れる。最先端技術その2は、まさかまさかの 3D? なんとハイエンド、果敢に 3D 撮影に挑んでいた。めっちゃすごいよ、びっくりする。やばい、やばい。おー、すごい、すごい。握手できない。映像の世界観は 0.5 歩先の未来。ダンサーも自らの映像をリリースする時代が来る。とにかく終わった後に、できた後にかっこいいなってなってくれればいいですね。はい。まあ、今までダンスを見たことないだったり、いろんな人にこう見てもらうことによって、さらにこうダンスシーンが広がればいいと思うし、これを機にまた新しいこうシーンとかをね、こう切り開けていけたら、開拓できたら、またそれはそれで最高なんじゃないでしょうか。先駆けて道を開拓する。目指すはメジャー。次週ハイエンドクラッシュ公開。